格納庫か。広いな。中央のエレベーターに出られるか。搬入口から行けそうだ。やあ王様、クリスタルはもうすぐだね。ここまで来られたご褒美、再会を喜んで。これ見覚えくらいはあるでしょ。Yeah!
こにいる。遅い。将軍を務めた男の慣れの果てか、それなりに志もあったろうによ。残酷だ。たやすく人を死骸化させると。おい、気をつけろ。おい、イグニスの音。うん、俺がフォローする。頼んだぞ。早くな。そらっさる。ラジが開かねえな。少しも減ってないよ。ノクト、一人で先に行け。はあ、クリスタルの力が得られるのか。この状況を何とか言うかもしれない。今のままでは全員ここで死ぬ。確かにクリスタルに頼るしかねえか。だって待つよ。俺たちでなんとか踏ん張れ。一人ならクリスタルにたどり着けない。仲間をここに置いてなるさ。封鎖します。ゲートから離れてください。ああ、クリスタルまであと少しなのに。おら、ここから先ってのか。仲間を踏み台にして目的を達成する。王様らしい決断だよ。さあ、急げ。捨てる覚悟で臨むのだよ。ゲートが閉鎖されました。死ぬなよ。友達、まだ生きてるかな。死んだ人たち、どんな思いだったろうね。彼らの最後の言葉、思い出せる？すぐ戻る。絶対。ああ、なっか。本当にあんだろうな。みんなが王様に期待してんだからな。お疲れ様、ノクト。力を貸してくれ。死骸を。何？王様は違うな。
やっぱり触れるんだ。それはそれは大昔の話。特効薬のない流行り病が蔓延した。元凶は寄生虫だって。その病に侵された者は化け物とみなされ殺された。当時ルシスに一人の男がいた。自分の体に病を吸い取り、一人で病人たちを救っていた男が、まだクリスタルに選ばれていなかった王は、その人々を救える唯一の男を殺してしまった。化け物呼ばわりしてな。俺の名前さ、あれ本名だけど正式名じゃなかったんだよね。アーデン・ルシス・チェラム、正式名。ああ、イズニアは誰のせいだったか。ノクト、人間のお前を殺しても意味がないのか。クリスタルの力を得て真の王になってくれ。クリスタルの、その力ごと王を放棄するのが俺の望みなんだ。早く帰ってくれ。ほら、みんなと遊んで待ってるから。求めよ。選ばれし王、ノクティス。聖石の力を蓄え、真の王の力を得よ。それが我、剣神バハムートの啓示。
永遠の命を持つアーテンを打ち、夜明けを取り戻す、ただ一つの力。死骸の元凶たる虫を取り込み、星に害をなす力で不老不死となった者、その汚れた身を聖石に拒まれ、大いにつくことなく葬られた愚かな男。王家への復讐のためだけに希望を眠らせ、ついに世界をも闇で覆った。聖石に選ばれ、歴代の王に守られたお前を討つまで復讐は終わるまい。不死となったアーデンを葬る唯一の力、歴代の王の剣と聖石の魔法、六神をも超越した力で全てを浄化する。お前が玉座で命を捧ぐほか、この力を解放する術はない。お前の命と引き換えに力を解き放てば全てが終わる。偽りの王は闇と共に滅び、世界には夜明けがもたらされよう。人として生きる喜びを捨て、王の使命を全うするのだ。さあ、力を求めよ、真の王の力を。ハンマーヘッドで